ウルトラトワラーズ YouTube ラジオスタンバイユー。皆さんこんばんは、ウルトラトワラーズのこまちゃんです。皆さんの悩みを全力のゆるさでお答えするウルトラトワラーズのラジオスタンドバイユー、視聴者の皆様から SNS でいただいた質問相談をウルトワなりに答えていくだけの番組です。台本は一切ございません。寝る直前、一日の終わりに布団の中でぼーっと聞いていただけたら嬉しいです。ということで、もう10月も半ばになりまして、もう結構寒いんですよね。今日もなんか涼しいなぁ、雨がしとしと降っていますね。なんか昨日美容院に行ったんですけど、美容師さんが9月と10月で晴れた日が4日間、10月の昨日までで晴れた日が4日間しかなかったらしいんですよ。衝撃的な梅雨のような秋がやってきているんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、僕はですね、ちょっとアップル製品を買っちゃったんですよ。 MacBook ってやつ買っちゃって、なんかパソコン、本当にポンコツなパソコン使ってて、もう何をするにでも5分10分かかるんですよ、一つの動作、何かにつなぐのにも。すっごいもうポンコツのパソコン使ってて、すげえイライラしてたんですよ。まあそんなに使うことないんですけど、まあっていうのは、まあ彰子さんがいつも編集をしてくれるので、僕はちょっと楽して生きてたんですけど、なんかクソみたいな本当にパソコンにしてたから、ちょっと買い替えようかなと思って、したら来月か再来月か、まあ、年内までに買えたら買おうかなっていう感じでいたんですけど、 Amazon プライムでなんかすごい安くなってて、一世代前のやつですね、16万ぐらいが8万9万ぐらいになってたんですよね。えっと思って、これはチャンス逃したらやべえやつだと思ってポチッとしちゃったら、もうそれが結構1時とかですね、もう12時、夜中の12時からそのプライムセールが始まってすぐ買ったんですけど、次の日のお昼ぐらいに見たらもう完売、買ったと思って、なので僕も編集できるように頑張りたい所存でございます。それでは何のコーナーだっていう話なんだよね、自分の最近のこと話すあれじゃないんですよ。はい、行きましょう。イニシャル S さん、トスコントロールを良くする方法を教えてください。そうですね、もうでもすげえ素人みたいなこと言うけど、数やるしかないですよね。とにかく、まあ、真上に投げるっていうことも難しいし、左右投げること難しいんですけど、まあよく親指を出して、親指を使ってトスができているか、ちょっと今一度見つめ直してみてください。あの IK の、いつもお世話になってる IK さんの岡本さんっていう方、鈴木社長と岡本さんがいつも大会にいらして僕たちのサポートしてくださっているんですけど、岡本さんが駒田の親指はまっすぐだなみたいな、投げるときにもうすごく垂直に手が、親指が出てるらしいんですよ。でもそんなの意識したことなくて、左に行く子、右に行く子、曲がってる子、こう前に反れちゃう子、まあ、自分の方に後ろに傾いちゃう子みたいな、まあ、確かによく見ればそれぞれ投げ方があって、それがいいのか悪いのかはわからないですけど、まあそうなんだと思って、それを聞いてからはあまり意識してなかったんですけど、親指をしっかり垂直に立てるように言ってますかね。親指が出てない人が結構多いんですよね。曲がっちゃって投げてる子とか、引っかかりが甘くてトスしてる人とかも結構
見受けられているなっていう印象を受けるんですけど、親指をしっかり出してコントロールしてください。リリースが早くなると左に行ってしまって、その分リリースを遅らせて親指にうーんとかけると右にバトンが行くと思っているので、その微妙なタイミングの違いでコントロールして左真ん中右っていう感じで投げてますかね。あとはなんかもう闇雲に力いっぱい投げないっていう感じですかね。力んでると結構コントロール失っちゃいがちなので、もうちょっと力を抜いて、大技の時もですね、うんっていう感じよりはスッっていうシュッっていう感じでバトンが離れていくと比較的いいバトンが上がっていくんじゃないでしょうか。あとはチームをやっているとトスとかチェンジのコントロール、相手のバトン、自分の回転、自分のパターンとか、自分の慣れてないバトンが飛んできて取るっていう訓練にもなりますし、チェンジをしてコントロールできるようになってくるので、こうすごくライナーな低空な素早いバトンだったり、すごい山のバトンだったり、ちょっとオブリークの変な回転のバトンだったりとか、体を正面で後ろに投げたりとか、いろんなバトンのチェンジの方法があるので、投げ方があるので、それで結構コントロールが養われたかなとは思うんですけど、まあ個人種目の人はそういうことができないので、ちょっとさっき言ったようなことを意識してもらえたらいいのかなと思います。どうなんですかね、翔士さん。はい、ではイニシャル H さんですね。練習を一回お休みしたらついていけなくなって練習に行くのが嫌になってしまった時の対応方法を教えてください。わかる。特にチームですね、比較的もうテスト休みはしたくないんですよね。もう罪悪感でしかないから、テスト休みして帰ってきた時にすごくみんなが上手に見えて焦りますよね。わかる。あと振り付けが変わったりとか、チェンジの相手が変わったりとかした時はもう申し訳ないと思うんですけど、まあでも対応方法、まあ、モチベーションを維持するのは自分でしかないので、まあなんとか言い聞かせてやるし、やってましたね。まあやるって言ったのは自分だし、やりたいって思ったのも自分だし、人に迷惑かけないって決めたのも自分だしとか、こう理由を、逃げ道を作らないようにして、もうやるしかないんだよっていう風にしてやってたと思います。だし、まあちょっとその H さんが個人なのか団体なのかわからないですけど、まあ団体だったら積極的にもう嫌われてもいいやっていう覚悟で人に聞いたりとか教えてもらったりとかするようにしてました。あとはノートとかもあったので、ノートを見たりとかして予習して、自分が遅れてた分を少しでも取り戻せるようにやってましたかね。逆にそれをしてこないやつを見るとんだよって思ってたのはありますね。いや自分だったらこうやってやるんだけどなっていうところをやっぱり比べちゃいけないけど比べちゃったりしてましたね。まあでもそういう風にするからこう切磋琢磨してチームが良くなっていくんだと思いますけど、できることはやってから練習に行くって感じです。練習ができるなら練習ちょっとしてから行く、で体操の時間を省いてでもやらなきゃいけないことをやるとか人に聞くとか、そういうことを心がけていたかなと思います。でも練習に行くのが嫌になるっていうのはまたその次元の前の話だから難しいけど、まあ、お休みした自分がいけないとかさ、そういうことも含め多分嫌になっちゃうんですよね。
でもね、そうやるって言ったのは自分だからって決めますね。逃げるなって思ってやります。それぐらいか。参考になっているのかわからないんですけれども、でもきっとそういう思いとか頑張ろうっていう人にはきっと手を差し伸べてくれる人、声をかけてくれる人、一緒に練習してくれる人がきっといると思うので、きっと誰か見てくれてると思うので、こう追いつけなかったところは自力で取り戻せるように頑張ってほしいと思います。もうなんかさ、全然話変わるんですけど、コンビニでクリスマスケーキを予約販売中みたいな見えたんですよ今日。えっと思って、ってことはもうおせち予約販売開始っていうのも来るってことじゃん。怖くない？どうしよう。ちなみにケーキで一番好きなのはモンブランなんですよ。で今季節じゃないですか。で僕12月誕生日なんですけど、もう絶対モンブランのホールのケーキを食べるって決めてるんです。まあ、そんな夢を見ながら寝よっかなと思ってるんですけど、そうだね、僕のお葬式にはシナモンロールとモンブランをお供えに来てください。皆さんよろしくお願いします。それではなんか明日も雨らしいですが、元気に乗り越えていきましょう。ウィズコロナでみんな健康第一に頑張っていきましょう。それではここまでのお相手は駒田圭介でした。それでは。なんかさ、すごい上手だよねやっぱり彰子さん、そういうのラジオとかも経験があったしね、上手なんだけど、僕は僕なりに下手っぴなりに頑張ります。じゃあね、おやすみ、失礼します。またよろしくお願いします。はい、あ、はい、すいません、ありがとうございます。はい、あ、またこちらからご連絡します。すいません、はい、ありがとうございます。失礼し、あ、はい、ありがとうございます。失礼します。